視聴ありがとうございます。なんちゃってギター弾き大工マンです。さて、今回は思えば遠くへ来たもんだの弾き方を解説します。左手で押さえるコードや右手の動きがよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。講座では歌いやすいキー、押さえやすいコードを最優先。そこで今回は5フレットにカポタスト、Aマイナーコードを軸に進めてまいります。弾き慣れた後、カポタストをさらに6フレットに上げるとオリジナルと同じ高さになり、 CD 音源などとコラボ演奏を楽しむことができます。ではいつものようにコードチェックから。使うコードは全部で6種類、アルファベット順に見ていきましょう。 Aマイナーコードは5弦がベース音、和音の要となる音です。5弦から響かせましょう。C コードも5弦がベース音、5弦から。 D マイナーは4弦がベース音です。 E マイナーは6弦がベース音、6弦から。 E7 も6弦から。最後 G コードも6弦から。コードチェックが済んだら、次は右手の動き。今回はアルペジオ、つま弾きです。図をご覧ください。左から右に時間が流れていきます。図の上が一番細い1弦、図の下が一番太い6弦です。スタート親指付近の赤文字アルファベットは、押さえるコードによって弾く弦が変わることを示しています。例えば、Aマイナーコードですと、スタートで親指5弦と1弦薬指を同時に弾いて、これがタン。次に3弦人差し指、2弦中指を順に弾いて、これでツーカ。もう一度前半分、続いて後ろ半分、再び5弦親指と1弦薬指を順に弾いてスーカと鳴らして、最後は親指または人差し指、ご自身の弾きやすい方で構いません。3弦を鳴らしてタンまたはタン。これを連続して行うと、最後が親指派なら、ターン、ツーカ、ツーカ、タン。最後が人差し指派なら、ターン、ツーカ、ツーカ、タンとなります。では、Aマイナーコードを押さえて、一連の動きをゆっくりご一緒しましょう。まず親指と薬指で5弦1弦を弾いてください。次に3弦人差し指、2弦薬指、5弦親指、1弦薬指、3弦を親指または人差し指で、もう一度、今度はゆっくり通しで2回弾いてみましょう。2カウントで入ります。1、2。もう一度。基本のつま弾きは今の通りですが、6弦5弦スタートのコード弾きでは、後半の親指1つ下の弦を弾いてやると音色に深みが出ます。例えば Aマイナーコードですと、1度目の親指が5弦で、2度目の親指を4弦、
E マイナーコードですと1度目の親指が6弦で2度目の親指が5弦。ただこれら親指の弾き分けはいつも必ずというわけではありません。慣れてくればその時の気分で弦を変えたり変えなかったり、アドリブ感覚でメリハリを持たせられるようになるでしょう。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。1行目、前半分のお手本を先に聞いてください。1、2、ではこの部分だけ超ゆっくりスピードでご一緒に。こちらは親指弦を弾き分けますが、難しい方は同じ弦を弾いてください。2カウントで入ります。標準スピードに達すると、踏切のそばに咲くとなります。1行目後半、まずお手本です。1、2、コスモスの超ゆっくりでご一緒に、2カウントで入ります。1、2、コスモスの花揺らして。これが標準スピードに達すると、コスモスの花揺らしてとなります。2行目前半、先にお手本です。1、2、貨物では、この部分、ゆっくりご一緒に、2カウントで入ります。1、2、貨物列車が走り過ぎる。この部分が標準スピードに達すると、貨物列車が走り過ぎるとなります。後半、まずお手本です。1、2、そして1、2、そして夕日に消えてゆく。これが標準スピードに達すると、そして夕日に消えてゆく。
の2行は先ほどの2行とコード進行が同じです。では1行目を通しでご一緒に2カウントで入ります。1 2 10。これが標準スピードに達すると、中止の頃の僕はいつも冷たいレールに耳を当てとなります。続いて2行目をご一緒にゆっくり2カウントで入ります。1 2。レールの標準スピードに達すると、レールの響き聞きながら遥かな旅路を夢見てたとなります。終盤2行はほとんど同じコード進行です。ではまず1行目のお手本を聞いてください。ではこの行をゆっくり通しでご一緒に2カウントで入ります。これが標準スピードに達すると、思えば遠くへ来たもんだ、ふるさと離れて6年目となります。では最終行をゆっくりご一緒に2カウントで入ります。1 2。これが標準スピードに達すると、思えば遠くへ来たもんだ、この先どこまで行くのやらとなります。全体の弾き方解説は以上です。この後動画下概要欄よりリンク先へお進みいただき、
別冊付録なんちゃってお手本演奏をぜひご視聴ください。そして弾き慣れてくればコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで本編の解説はここまで。お疲れ様でした。